で、今日のですね、本題に行こうと思います。そうなんですよ。だからその、このユーストリームの画面ちょっと見てましたら、無料で放送できるのは8月1日でディスコンティニュードってなって、多分だからもう8月1日からダメだよということなんだろうと思います。月9800円か9万8000円か98万円、なんかそんな、値段があるらしいんですが、ちょっともうユーストどうなるんだろうって感じで、ちょっと悩んでいくか。まあ、ほとんどの人は、あれ、確か YouTube でもライブ中継ができるような仕組みがあったと思いましたね。みんなそっちに流れちゃってるのかなと。日本はニコニコ動画っていうのが、一つの、ジャンルとしてあるんですけども、まあ、あれはあの、ね、あの、見る方の人がお金を払って、コンテンツを出す人はお金かかんないのかな。逆なんですよね、ユーストリームとね。ユーストはあの、コマーシャルなしで出そうと思うと、発信する側がお金を払うという理屈なんですが、まあちょっと、考えて、みたいと思います。でですね、はい、今日は、まあちょっとな、ちょっとやっぱ IBM に買収された時点でもう、ね、アマチュアは切り捨てられちゃうというのはもう見えてたから、まあしょうがないのかなって気もしますが、ブツブツ。ね。ちょっと、無料の余地も残しといてもらわないと、こう、底辺が広がっていかないですよね。まあ、そういった意味もありまして、はい。今日はですね、このガチガチになっちゃった、ニコール SO と 35mm のニッパチ、レンズのカビ取り&このヘリコイドがもうガリガリガリ。多分ですね、もう、すごいカビが生えちゃったんで、ちょっとこれと、まあちょっと、どっちやろうかと思ったんです。300の、4.5も、カビカビして、みんな、こう、ヘリコイドがもう、カビとグリスで、ガビガビみたいな、回るんですけど、300はもう本当重くなっちゃって、この手の3、短いレンズは、スカスカになることが多いんですけど、これはちょっと、ガビガビで、これにですね、ちょっと挑戦したいと思います。で、まあ、もう、定番のバラし方なので、躊躇なくいけると思いますけど、メガネがないと見えない。まずね、だいたいこの、イーコイドンとこの、ゴムのローレットなら剥がさないといけないですけど、でもね、やっぱり、ユーストリームはあれですかね、チリのあの炭鉱の人が閉じ込められちゃった時のあの時が本当ピークですよね。みんなかじりついてユースト見てたけど、ソフトバンクも一時期に買収したんですが手放しちゃったようですから、おろ？これは何だ？同じ。なんかのネジだぞ、これ。俺、付け忘れてる。嫌ですね、ちょっと。あ、でも、ここがもうすごいな、カビ。これ。抜けないよ。え？おお。きついな、これ。ちょっと、なんかこう、中性洗剤的な、
あれで拭かないと。いやぁ。で押し入れ放置なのかな。すごいなんかきっと、まあ見えないっちゃ見えないからいいんだけど。どうしようかな。生きがいってこと大げさなもんじゃないですけどね。これ、結構こう定期的にやるっていうのが一つの、こうリズムになってるんで、ちょっとショックだな。そういうのもこう英語でさらって帰ってくるのも尺ですよね。これ日本、ちゃんと see you.ブツブツ文句を言いながら、まあそうは言ってもね、無料のサービスですから。汚いね。とまあこう吹き吹きしながら、ちょっとヘリコイドのグリスがこう、もしかするとある条件でこう、もう蒸発しちゃってるのかもしれないですね。まあ、絶対蒸発しないグリスでもいいんだけど宇宙空間なんかで使うあの気圧圧力がないとすぐ沸騰しちゃうので、なんかね、そんなのが世の中にはあったりしますが、真空のグリスはなんかね、蒸発しないとかなんかって、なんかどっかで読んだような気もしますが、いやー、ここもカビがすごいな。ここバランスは掃除できるんですけど、そんなことしないですからね。この絞りの後ろも、これは先に取れるのかな？前に抜けそうですね、これ。ちょっと、分解前の掃除で、ちょっと前へ。いや、硬いな。ああ、失敗。もうドライバー持ってないかな。ちょっと合ってない？失敗しちゃった。これより細いと、表面傷ついちゃったな。いや、硬い。こんなに硬く締めなくてみ。うわ。ドライバーの方が曲がっちゃった。
一種のネジロックになっちゃってるのかな、カビが。ちょっと清掃。シュールどころじゃないじゃん、これ。もう、咳込みそうで匂いがすごくて。うえ。いや、これで今度、あの300もすごそうだしな。ガラス目びっしりかび。この裏け、うん、うん。あとなんかブツ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 、もう完全ブツブツモードで。カビが綺麗に取れない。はい、ちょっと、ちょっとまあまあまあ、はい、で、返すね、引っ越した。なんか毛書きが全然ずれてるけどな。一つは多分まず前玉か、いやこれもダメだ、これちょっとやれやれやれ、あれだ、これはここでいいのかな、多分ねじ入れる、あ違う、フィルターだけか、これで押さえてるんですかね、前を、あっち、ん違う、ここでよく押さえてて取るとポロッとっていうパターンも多いんですが、ちょっとか、じゃあやっぱここだ、なんかカニ目、真ん中、1枚目から取れちゃうかな、名盤だけが取れると、もしかすると全軍は取れない、全軍ってあの全部、あーダメか、1枚目だけだ、あ違う、いや売り緩んでる、ですね、だからこの1枚目を取るときはこのネームプレートなんですけど、あの、セットビス入ってないの、なんでこれこんな回らないの、うん、うん、
何？ちょっとどういうことなんだこれ。ちょっとこっちはこっちでヘリコイドなん。お。あ、どうもどうも、いつもありがとうございます。なんか書き込んでいただいて、書き込んでいただいてっていうか、おお、なんかこれちゃんとスクロールして、よいしょ、とにかくこのアルコールの前にカビは取っていきたいっていうとこですね。そしてまずはこっちの、ヘリコイドほど、レトロフォーカスのレンズでこうどうしても絞りの前後ろとこのレトロフォーカスの大きなマイナスの裏側あたりがよくあるんですけど、これ弾はそうでもねえか、絞りの線はね、こうよく、あれ何か、もうすでにこんな緩んでいる、これ絞りまで、あ、見えちゃうよね、だここがよく汚れるんで、ああこれなんか、あ、修理したんだな、もう。なんで抜けないんだ。これはなんだ、1ギメ？あ、1ギメですね。で、フィルターネジだから。外れそうなもんなんだけどな。これとこれでこれを挟んでるんですね。あ、完全に絞りのところが外れ。若干カビが、あ、残念、この裏だにカビ、それからここは問題なさそう、自分には問題ないですね。あっちゃ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 。そうすると。この辺はもう本当にカビだけだ。困ったなぁ、イーストン。いっそ、ニコニコに引っ越しますか。あれ、ちょっと趣味合わないんだなぁ。いいよ。これがまあ、まあまあまあ。へこんではいないんで。ちょっと、
タバコのヤニ、あ、タバコのヤニを落とすのに、なんかいいなと言って出てたなぁ。なんだっけなぁ。びっくりするぐらいよく落ちるっていうのをなんか、聞いたことありますけど。これなんか、こっちの裏にと、この裏もちょっと来てるか、ここのところ。この裏だ。やっぱり。これを取るか、ちょっとダメかな？いけるか？よかった！あかん。あかんでございました。なんか入ってんのかな？なんかそう、ホコリがいっぱい入ってるように見えるんですけどね。ここからはこう、ジャリジャリジャリ。ダメかな？逆にこっちは、あ、接着剤がちょっと流し込んだ。これは穴。全然緩い。ここいいんだ、この面だ、ここですね。ここにカビが取れるかな、ナノサイで。ここですね。うん？違う、ここ、あ、違う、やっぱ裏だ。しかない。いや、これ結構難ものなぞ、これ。ちょっと厳しいかな。おー、来た。来ました。もうプラスチックの奥歯が割れそうですけど。あ、なんかこれ。あ、少し接着剤入れたのかな。
かな、ネジロックってよりはもう G109 みたいなのが入ってる。ベタベタしてきた。接着剤。手がベタベタしますからね。接着剤ですね。これね、何枚ぐらいの。このまあどうせこの裏も。ここは貼り合わせ1枚だけか。ここが壁面に見えるんですけど、いやーダメだ、あー厳しいなー、こいつとこいつの間だ、うーこれはつや消し黒の塗装がリンを締めてから塗ってるんで塗料の食いつきがものすごい。これを取るのはなかなか骨が。ちょっとケトンを回しまして。本当は、専用工具を作りたいとこですが、ピンチでいっちゃいますか。塗装が厳しいですね。よいしょ。あれか、あんまり見えないっちゃ見えないのか。こっち抜けるのかしら。
もうこれはやるしかない。おお、こういう順だ。ね。清掃です。なんと、終わんないよ、これ。この、ここですね。ここにカビが。うん。よいしょ。うちにかな、カビ。ああ、厳しい。ちょっとついちゃった。ここにカビが生えちゃう。ここにもカビが生えてるであろう。いい感じで、この裏も、あれ、この裏の方が厳しいか。よいしょ。ちょっとこれ、ヘリコイドまで行かないよ、これ。ではなさそうですけど、アルコール、お、そうですね。落ちない汚れじゃないの。でも、うわー、カビってないか。ちょっとこの、溶かす溶剤使って塗料のとこやると一瞬塗料が緩むんで、今みたいにネジは緩むんですけど、塗料がこう半乾きに戻っちゃうところにこうホコリがつくと取れなくなっちゃうんで、ああ、塗料やっぱ剥がれてきてますね。一応この辺もカビの認識は、よいしょ、
これそのまま元のように組めばいけるかな、向きさえ間違えなければ。はい、ああこんな黒くなっちゃった、塗料が。レンズの中ってこういうとこって焼き付けてないんだと思うんですね。当然玉もはまった後に塗るわけですから、まあタミヤ塗ってるのと同じになっちゃうんで、まあ、溶剤には、まあ、ちょっと玉ばっかりやってもあれなんで、この辺の毛書きもちょっとヒントに覚えておきたいとこなんですが、線来ないですもんね、どこにも合わない。で、一つヒントになるのは、このカチンカチンの、止まるところを外すと、よく修理する人が、指標に、毛書き入れてる。もうヒントに、一緒に、まあ接着剤してみせるのかもしれないですね。で、こっち前ですね。あ、ニコンだったら多分こうしてても大丈夫だと思いますけど、ラフな精度で作ってあると。つけた後に微調整のにこう、安いなんかやったりなんかして、こう、不揃いだと反対にするとですね、場所がずれちゃいますんで、この手のオールドレンズの時は、向きはなるべく変えない方が。で、さっきのはここでカチンって止まるのが、行き過ぎると、あ、そうですね。これで覚えてるんですね。多分。場所を。だから、あれをつけない状態でいっぱいまでねじ込むと、ここまで来るよ、という毛書きで。まあ、これはもうキーの位置からして、ここ、場所は決まってますから、あとは、なんだろうな、うわわわ、ヘリコイドが、グリスが、ボロボロと。この場合の毛書きどうしようかな、考えたいとこですけどね。処理は綺麗な、いっぱいまでねじ込んだとこがここ、そうすると、もうガタガタですね。パサパサの、なんか、こうみたいになっちゃうんで。ここまで切っちゃう。現実的にはもうこれなの、これ以上行きようがないんだろうな。この位置ですから、切り欠きがあって、だからまあ、これと一緒に外しちゃって、それを抜き取るときにまた場所を描く。方針でいきますか。だからここちょっと取っちゃって、これがまた取れ、このネジは硬いん、
たいんですよ、多分。十中八九。あ、さっきのネジ、こっちのドライバーな。これはですね。あ、いた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 。めちゃめちゃ厳しいにして、プラスか。あれ、なんか適当なビットなかったかな。いや、違う。ここに残ったかな。とにかくですね、とがかからないので、いやー困ったなこれ。一撃で取らないとないか。薄いか。幅は今のでもね。削る感じですね、これはね。
これですね。このマイナスドライバーをちょっと削って置きたいと思います。いいか。左右だけでいけそうなんで、ちょっとこう削って、で、削ってないね。これがですね、本当にあのこの何ですか、マイナスがこうバッキっていったらもう絶対抜けないんで。ここはあの、結構接着剤入れてですね、昔からこれ、で、このネジってここの2箇所にしか使われてないんで、あの、なかなか他から流用難しいんですよね。それでまずここはいっぱいまでやった時にここに来るっていうのが分かってるので、まあこれをなくさないように、うわ、このしま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 ってなるのは何なんでしょうね。グリスがなくなってもう
摩耗しちゃったってことなのかな。そしてこのま切ったねグリスをちょっと拭いて、ちょうど9時いいとこですね。でまあこの位置関係ぐらいはちょっと見といて、どっかに印をつけたい。例えばいっぱいにねじ込んだ時に、あ、ネジんとこ来ますよね、このネジ。ちょっと、いっぱいにねじ込んだ時にここに来るよって覚えておいて、あれ太んなきゃ抜けねえんだ。これは表裏間違いようがないから、ただ取ってやるしながらね。これも型や。おお、手が。あれ？こういうところがカビでくっついてるんだ。あ、接着かこれ。で、こう抜けて、ね。で、このヘリコード、まあ、スポンジとかで綺麗にして、新しいグリスをつけて、組み込みと、いう。まぁ、あ、ちょっと、まあ、この辺はいつものいつものなんで、また、あちょっと、これだけじゃ取れないですけど、入れて組んで、ガラス玉も元にしていきたいと思います。かなり汚れちょりますが、でもまあ清掃の範囲で演奏っすよね、これ。ちょっと借り入れてるけど。あ、でも、うん。これならグリス入れれば、かなりスムーズに動くと思いますんで、はい。ちょっと今日は、バラすだけバラした。ところで、すが、もうなんか収集つかなくなってますけど、あ、すいません、なんかいろいろ。毎度毎度ありがとうございます。はい、こんな、拙い英語そう。いや、ほんとでも言う人どうしようかな。はい。まあ、そんなような感じですね。一応、だからまあ、折り返しに来たので、まあ、シンナーで、ベンジンで洗って、同じように組んで、最後まで行った時に一応確認して、溝が合ってるかなって言って、組んでいくというところに来ましたという感じで、まあ、この35のニアジョレンズの映りがどうのこうのって、あんま僕よく知らないんですけど、そんなに枚数がないから、これはまだモノコート時代のなのかな？ちょっと、なんとなく、マルチコーティングっぽくないので、まあ、あんまりね、枚数がザーってあると、
ポワポワなんですけど、まあこれぐらいならなんか、撮ってみて面白いかなと思います。はい、ということで、はい、なんか見ていただいてありがとうございます。ということで、はい、じゃあまた頑張って来週、7月いっぱいはとにかくやるだけやって、その間に考えてみたいと思います。ありがとうございました。ということで、録画を停止しなきゃ。録画を停止しなきゃ。録画を。